おにぎり。それでな、我は聖画殿にこう言ったんじゃよ。つまりとてつもない雨女なのじゃな。水回りを清潔にした方がいいぞ、と。へぇー。あー暇超暇めっちゃ暇。近い町よりだいぶ暇。そしたらぶたれたんじゃ。なーんか起きねえかなーすって。あ。ごめんくださーい。もう、結果、全開なのに。タスナ、私が出る。ん？どうした？タスナっつってんだろ、コテンパンにするぞ。どうして？こうだからだよお前はバカか？でかい火が見たいならうちで待ってりゃいいものを、なんで門をくぐって外に出る？用があるなら出向くのが礼儀でしょ。火種に爆薬近づける礼儀があるもんか。人さんを何だと思ってるんですか？さっき言っただろうが、うちは防火仕様ですし、それに私は人さんには用はなくて。あー私か、わかった。今すぐ人里に出よ。人には黙って。は？大師様なら出かけてるから。ちょっとそれ本当です？嘘つきはナムさんですよ。とーじーこー遅いじゃないかー。怖いよ。なんだよナムさんって。移動手段を思いついたわよ。いがわれの具合が悪くなるぞー。あトキコがたぶらかされておる。されませんよ。大使様なら聖画と一緒にヨシカを拾いに行ったよ。落としちゃダメでしょそんなもの。よく言った。じゃあ直接言ってくれ。で、何の用じゃ。はい。私そろそろ、巫女と大親友になりたいなと。は？ちょい、ちょ、スズメみたいだなとじこよ。つまりどういう意味？はい、そのままですよ。どこから話せばいいかしら。ムラサ、あんた私のお酢飲んだでしょ。減ってんだけど。はぁ、酢なんて、お酢なんて知らないよ。自分で飲んで忘れたんでしょ。水難事故は管轄外ですよ。天下のヌエちゃん様がお酢で正体不明になるわけないでしょうが、ヤマタノオロチも没年月日まではそう思ってたことでしょ。いやぁ、証拠ならあるんだからね。一体なぁ、天下のヌエ様が一階の船幽霊いじめて恥ずかしくないんですか。お寺上司の恨みでマス台の先までたたられるのよー。ひん曲がった矛先直してからたたりなさいよアホヌエー。いい方に脇腹を小づかせるんじゃありません。中の宇宙人がかわいそうでしょう。そんな心配するのひじりだけよ。まったくもう、無益な争いをするべからず、なんて戒律に入れるまでもないでしょう。豊里耳の巫女、喉元に矢が刺さったような声出さない。まあ話すことなんてないんですけど、私とミコはこれまでに何十回と口論になりました。えらいな、私は5回から数えてないよ。そろそろミコと仲良くなりたいんです。身内の喧嘩を止めようとして大使様を出されたか。わかりようかい？言っていいことと悪いことがあんぞ。もうひじりよ。な、確かに大使様は大輪の花のように気高く寛大な御心じゃがな。ジョブには何を巻けば芽吹くんじゃ。本当に言葉を選んでくれましたか。言っていいことと悪いことがあるぞ。さすがに私だって歩み寄ることはしたいんですけど、あの人ったらいちいち私の神経を逆なでするからーね。人のせいにするんじゃありません。しゅん、お前ったら仏道に消えしといて怒りっぽいのな。お主が怒りっぽいとか言うのか。そりゃお前が怒らせー。やめろひじり、バカを見るような目で見るな。そう見せているのはあなた自身では。うん、うるさい。お前は素手で金を叩くな。そんなこと言われたの初めてです。言っていいことと悪いことでもないか。ファン、有事ならともかく、大使様がおぞましき仏教の魔僧と年がら年中年頃になんぞ鳥肌どころか宗家だってには鳥になっちゃうわい。それはあなたの気持ちの問題じゃないですか。道教の行く末の問題じゃ。我らにはそんな願い叶えてやる手立ても義理もつもりもないわ。え、私はやるつもりだけど。えとじこーい。なんだ運転な、変なこと言ったか。やっぱりたぶらかされたのか。あれねえよ。すまばば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 。うぐ、東京はおしまいじゃ。縁起でもねえわ。協力してくれるんですか。だってねお前、あんたらがとっくに会うたびにヤジ馬を蹴散らす身にもなれよ。見せもんじゃねえぞこらー。ごめんなさい。食うぞこらー。正直、大使様が仲良くしてくれるっつうなら、ふともオタクでアホなことをしなくなるっていう打算もある。一スペカで二残機だ。なんでもいいですよ。見損なったぞとじこ。あ、打算や思惑の上に作られた友情に果たして価値などあるのじゃろうか。あー、うわ
代わりに言っておきますけど、裏切った相手によく言えますね。ありがとう。ぬぬぬ、我は認めんぞこんな正義は。負けそうな悪役みたいなこと言ってる。ほら、和をもって尊しとなせって。好きですよあの言葉。仕方ない。これも大使様が目指す太平栄たる道ならば、手を差し伸べんわけにはいかないな。わあ、ありがとうございます。触るな先行臭いんじゃ。早速振り払うな。つきましては我に任せろ。人を操ることに長けた者のべの術作は水と油をもうて手を繋がせることすらたやすいということを、とくとその身と心に刻みつけて版画みたいにしてくれる。この一連で信憑性は薄れましたが、よろしくお願いします。本当に長けてんのかよ。存分にするがよい。では第一歩。距離を詰めるには、掴み合う中ではありますが、じゃあはい一歩下がって、はい握り拳を解きましょう。はい、はい出発地点に立てました。ありがとうございます。まだ本当に何もしてないぞ本当に。意外とまともでびっくりしてる。それは我を褒めてるっていいんじゃよな。この際、今の大使様と貴様の関係は、大使様に非があるものだと認めよう。じゃから、大使様に代わって我が謝る。すまぬ。ひじりでくれんよ。そんな、あなたから謝られることなんて、放火未遂とか廃物未遂とかあるにはありますが今は関係ありませんよ。それは私が代わって謝るわ。大使様もな、ぶつかり合える遊び相手が得られてはしゃいでおるんじゃ。これは我には務められぬ役じゃから、謝るついでに感謝する。なんて、大使様には秘密にしてくれよ。それは別に。さ、本題じゃ本題。大使様が守りを固めているなら、お主も多少力技でいかねば無意味じゃが。力技というと、なわけねえじゃろ。何も言ってないんですけど、ボディーランゲージを解け。わかりやすくやろう。呼び方じゃ、呼び方を変えよう。ずっと、もう呼び捨てではあるだろ。ちなみに一輪は我のことをよ。あるとき太っちなどと呼ぶが、無理です。そか、ならばそこまでは求めぬ。ありがとうございます。本当に、この世のどこに大使様をみこっちと呼べる奴がいるんだよ。呼んどるぞお主。あだ名が無理ならそう、じゃな。相手のちゃん付けとかどうじゃ。まあ今さらちゃん呼びも少し恥ずかしいですが、みこっちよりはマシなのでしょうね。どういうつもりだと。何がじゃあ聖徳太子、異性者、ライバルじゃなくてもいきなりみこちゃんなんて呼べねえよ。呼んどるけばお主。会うたびとっくみ合うって言ってんだろ。足があるなら一段一段ちゃんと踏め。とっくみ合いを法要に変えるだけじゃ簡単簡単。急にちゃん付けで呼ばれて抱きしめられて無警戒で仲良くできるかドアホー。わっはっはできるできる。何の自信が？は？なやーり。ひじり、お前騙されてる。ふとに騙されてる。いけませんよ、とじこさん。自らを変える勇気とは、差し伸べられた手と己の一歩を信じて生まれるのです。信じた一歩が崖っぷちに向いてんだよ。それに私、なんだかふとのことを信じられる気がするんです。何を気迷い。すまぬ、ひじりでくれんよ。謝るついでに感謝する。大使様には秘密にしてくれよ。人を操ることに長けた者のべの術作は水と油をもうて手を繋がせることすら、たやすい。お前、やりやがったな。恐ろしいやつめ。何がじゃてその通り、協力するなど方便じゃ。修復不可能なほどに二人の仲をメタメタに引き裂いてくれようぞ。平和ボケが邪教の分際で大使様の法文を持ち出すのなら、お花畑での垂れ死ねえ。やめるんじゃトジコ。何をだばかいてん。ぬぬ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 ぬ。さあ行けでくれん。我がトジコを抑えているうちに、この野郎とびきりの電撃を浴びたいようだな。今ならやれるぜ。ふとう、構うな。なあに、我は司会戦。たとえこの2月月暮れに帰ろうと、そのまま大使様が歩む波動となるだけよ。うるせえな、芝居だろうが打ちづらいんだぞ。早く行けでくれん。生草改めどんくさにそうと我に呼ばれたくなければなあ。あ、待てひじり、はいや。お前、騙されてるんだって。ミックシュン。せめて手を当ててくださいよ。チラ見くらいしてから注意してとか、片手はあなたのキョンシーで埋まってるんですよとか。くしゃみをしないでほしい。くしゃみくらいさせるか自分で歩いてください。キョンシーに酷な二択を迫る。伊勢しゃべないですよとよさとみみ様。これ以上懐を広げたらビロンビロンになっちゃいますよ。柔軟さが足りない。光栄だね。で、なんで出したんです？救難信号。お墓の掃除よ、お墓の。あら、負けちゃったの。いいから黙って運びなさいよ。黙って運んでるでしょ、聖徳太子が。じゃあこの会話は何なのよ。運ばれ心地最悪なんですけど。こんの、誰かが噂してるんですよ。ふととトジコが褒めてんでしょ。まったくもって悪い気がしないね。よかったわね、その顔やめて。何を一人で変な顔してるんでしょうか、この方は。やっぱりふととトジコが褒めたたえてるんですかね。それはまた美味しそうですね。今度買ってきてください。キレッパしさえ聞いてくれてたらそんな返事にならないんですけど。
うん。ああ、ひじりか。ご機嫌うるわしいことで何よりだね。みーほーじーちゃーん。おろろろろーん。は、何のつもりだひじり。気持ちが悪くてミミズクになっちゃっただろうが。もうちょっと現実的な弾き方しましょうよ。おだまり非倫理的な仙人。気持ち悪いとは何ですか。さあ、仲良くなりましょう。ダメでしょう、怖がっちゃ。ささ、私たちは歩み寄り語らう時なのです。もう十二にじり寄られても最後の時かご半時としか思えないよ。誰が猛獣ですか誰が。しゃあ、助けてー、化け物に食われるよー。食べませんよー。ああ、遅かった。でもこれ、我が何かするまでもなかったんじゃない。何だったんだあの時間。うん、何話してるんだ。もののべ独身術の出番じゃな。初耳だぞ。君にしては悪趣味な冗談だね。何のつもりだい。何のつもりだ生草。この通り私は真面目です。ただあなたと親友になりたくて。聖画にも呼ばれたことないわ極端ポンタンが。誰の入れ知恵だ。人様の親切おい。あ、これお前まずくね。いやひじりはもう少し喋り方に品があるじゃろ。独身術じゃねえからだよ。集会遅れやろう。あ、めっちゃくちゃ怒られた。しゅん、なんで私も。って、何ですかこの嫌がらせは。嫌がらせ言うまでもないですが、嘘やはぐらかしは通用しませんよ。だって、なんであんたら立場をわきまえずに喧嘩するの。ほんとごめん。ごめんなさい、もうちょっと取り繕っても大丈夫じゃよきっと。目上に対して程よく当たり障りない手段で仲裁するのって面倒ですよね。仲裁してから言ってくれ。めんどくさい。トジコはそろそろ蛇口閉めよ。ね。私が突っ走ってしまっただけで、ふととトジコさんには悪気はないんです。我にはあるぞ。空見ろ。あるらしいけど。剣豪十作の非改善、もののべの布団には誤算があった。ひじり百連という僧侶は、その異様が裏付ける通り、規格外の頑固者、常識外のお人よし。ゆえに、芽吹いた行為は矢の雨が降ろうと枯れはしない。ねえ太っち、一度お寺で修行をしてみない。良いですか。バッカタ、あれお前誰の前で誰の何をどこに勧誘してるんだよ先輩が。大使様。こいつが袈裟を着せられるも一輪にはなんだか着られてるって感じねーって小馬鹿にされたり、滝に打たれてみるも冷たいどころか痛いとなったり、しばらく寝食を共にするみんなと夜更かしが盛り上がったり、そのせいで座禅を組むもうっかりまどろんで肩を引っ叩かれて痛いってなるなど、夢枕で乱が起きちゃうわ。わかっています。トッチは本当は素直になれる子よ。あいでトッチって呼んでみる。怖い。今度こっちに一輪たち呼ぶ。大丈夫。あなたの過去が他人の優しさを恐ろしく見せているだけ。私は怖くない。やかましい。こいつ私にも同じこと言ったよな。赤ちゃんよりぐったくないじゃん。ではこうしましょう。合に言っては合に従えと言いますから。おおマジかこいつ。なんでボディランゲージに帰るんじゃ。話せよ。頼むよ。助けてと聞こう。いざ弾幕ごっこです。無理だよ勝てないもの。